武田信義は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の武将。源清光の次男。泉光長は、双子の兄になる。海源寺四大当主であり、武田氏の初代当主で、白木三郎、吉光の彦でもある。山梨県韮崎市、岩城寺、大春三年八月十五日、白木三郎。 義光の孫である、源清光の次男として生まれる。泉太郎光長と一蘭性創生児として生まれた。泉光長は、未国に生まれ、武田信義は五国に生まれる。陽名を、良好丸、勝千代と言った。法園六年、十三歳で、武田八幡宮にて元服し、武田太郎真偽と名を改める。これ以来、武田八幡神社は開。 武田氏の氏神となる。武田の名字は、川内源氏の一族の源の義光の子、源の力夫が、日立国武田号から、海の国に入るされて、武田氏を名乗ったのに始まる。自称四年四月頃、持ち人王の領事をいただいたとみられる。山縁樹九月七日上には、義長氏伊豆を領す。武田太郎、海の国を領すと上野国の新田義重より、 に中心されたとの記載があり審議率いる海源氏一党はすでに8月下旬には挙兵したと推測されるなお源の頼朝が大場景地からに敗北した8月23日の石橋さんの戦いの直後同族の安田義佐田らが8月25日派白山合戦で大場景地下の弟又の景久を破っているまた 石橋山の戦いに敗れた、頼朝法の武将の中には海に逃げ込み、その後の戦いでは、海源氏について戦った者もいた。東鏡によると、9月には、品野国稲軍へ出兵して、平家法の管家者を打ち諏訪者との提携も果たす。この時真偽は53歳であった。その後、パチレンの戦いにおいて、駿河木大、立花園茂や長田入道を打ち取り、 平家本軍到着以前に、駿河を占拠する。その後、藤川東岸に着陣し、後方の木瀬川近辺に陣を置く、源の頼朝と連携して、藤川の戦いにおいて進軍してきた兵士に勝利する。その後、東鏡によると、駿河守護となったとされているが、実際には、真偽は、実力で、駿河を主中にしていた。また、 その後、大江源氏が挙兵すると、大江軍師と審議が連絡を取っていたとの記録もあり、自称受影の乱初期には重要な立場にあった、可能性も示唆されている。また、藤川の戦いの直後や兵士の北陸出兵の際の、追悼戦時の追悼対象者には、源の頼朝と共に、源の信義の名が併記され、朝廷からも留意されるべき人物であった。なお、 北陸出兵時、その北陸に誠意を張っていた、源義仲の名前は記載されていない。その後しばらくの間、東国では、源頼朝、武田信義、源義仲の三者が、武家の東領として並立する時期が続く。そのような中、甲斐、源氏の中に分裂が見られ、弟の鏡炎公とその次男、小笠原町、清 信義の子、伊沢信光は頼朝に接近し、安田義貞は平家を打ち破って都に進撃する。義仲と共に、東海道から都に上洛し、その行により、遠遠海守るの官位を主中にする。やがて、源の義仲と頼朝が対立関係となると、信義や海源寺は頼朝と協調路線を選択し、その後も武田軍は、源の乗りり、 源義経と共に義仲の追悼、一の谷の戦い、平家追悼三陽同遠征壇の浦の戦いに参加した。だが、それと、同時期に、海元寺は、自分と同格の武家の頭領の存在を排除もしくは、屈服させるという頼朝の路線の障害となる、存在となってしまう。要和元年には、後白河法皇が審議を、 よりとも追悼史に任じたという風文が流れ、真偽は鎌倉に召喚され、死死孫孫まで弓引くことあるまじという気象文を書かされている。元略元年6月16日、この一条忠頼が鎌倉に招かれ宴席で暗殺された。その一条忠頼殺害の前後に、基礎義高残党を討伐という名目でよりともは、開始なのに出兵している。 また土井實平より上位にあるという書状を送ったこの板垣謙信に対して頼朝が實平優位を示す返書を出すということもあった。その一方で親頼朝派の鏡遠鋼に対しては品の守る人間を朝廷に申請するなど行遇した。このように神話策と弾圧をそれぞれの一族が個別に受けた結果、挙兵時、 頼友や義仲と同格の武家統領であったかい、源氏は、鎌倉殿の御家人という扱いへと転じていくことになる。あず鏡によると、文治2年3月9日、去年59で病没したとあるが、研究元年の頼友上洛の随兵に、武田信義の名があったり、研究5年の東大寺造営や昭華坂家の伊手に、審議の名が見られることから、 文治2年以降も審議が生存している。可能性が濃厚であるとの指摘もある。家督は、いつおの信仰が継いだ。墓は、山梨県韮崎市上山町、鍋山の岩城寺にある。ありがとうございます。